古い動画みたいだな、気にするな、とにかくここから出よう。古い動画、あ、動画リアルタイムじゃないんだ。なるほどね。デコ気になるな、あのでかいバッテリー何なんだろうか。人体実験だからロボットみたいな、こえ買ったね。ハンドアックス絶対強い、ハンドアックス絶対強いな。シャフトと交換するか、ピストンと銃か。ちょっと耐久値が心もとないな。とりあえずメイン武器で、メイン武器はカッターナイフ、いざとなったらもうハンドアックス使っていくか。そんな感じでいきましょう。こっちが、はい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 、さあ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 、後ろからサクッと、はい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 、いいねいいね、ずんずん進んでいくよ。パッパパッパ行こう。うわ、二人来た。まあ大丈夫でしょう。カッターナイフの機動性。痛い痛い痛い。あ、なくなった。痛い痛い痛い。まずい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 。はい。さっ、さっ。ハンドアックス強いんだけど。え、一撃じゃなかった？え、そんなことない？はい。ここでアクセスカードかな？多分。で、HP も回復してきました。セーブしました。今度はオレンジ。ボスとかいるのかな。だったらそれまでに武器を集めたいな。とりあえず強めの武器を、まあ、こっち行っちゃうでしょう。なにこれ、ん、え、おおお、いける。以上、ちょっと絶対死んじゃうよねこれ。絶対死んじゃうけど、絶対死んじゃうけど一旦行ってみる。ほっ、お、いけ、あ、いけてと思ったんやけどね、いけてないね。はい、じゃあ正規ルートで、ん、じゃあ正規ルート。なんか今奥の方で黒いの見えなかった？え、怖い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 。そんななんかビホラーみたいなやめて。え、あ、こうやっていったらこっち行けるじゃん。へえ、え、面白いな。な、どういう、これはいけないのか。あっちは、あっちも行けなかったらもう綱渡りしていくしかないけど。あ、いけた、いけてしまった。暴れた。さ、行った。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。分かった分かった分かった。いけいけ。強。ハンドアックス強。ちょっと警棒で。やばい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 。警棒で行こう、警棒で。はっ。そ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 っ。オッケー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 。よし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 。回復して回復して。うう、あぶね。あぶね。あぶね。怖かった今。うわー、今痛そう今の。まあまあ、ちょっと回復回復。こっちは、まあ、いない。さっきのが来たって感じ。赤いな、怖いな、ちょっと怖いな。急に来られるからな。音とかな、何ここ。絶対座らされてなんかされるやん、怖っ。この子は、この子ってかこいつはそれを乗り越えてきたのかな。実験された後だよね絶対、このデコ的に。ほっほっよっ。ガード。ほい、ほい。ガード。ほい。おっと、ガード。ほい、ほい。よしよしよし。慣れてきた、慣れてきた。これ、警棒変えよう。みんな持ってないの？あ、あって、あったわ。警棒と警棒。はい、新しくなりました。この警察官みたいな、ボディーガード的なやつは、警棒持ってるから。ん？なんか行ったね。向こう行っちゃったね。なるほどなるほど、あの一本道をつなげるって感じか。はい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 、見えましたよ。ここはここまでかな。で、こっちにはこれってさ、これ乗れるよね、これいけるんじゃない、向こうまでショートカット。ただジャンプができないので乗り越えられるかな。ジャンプできないよね。え、これもしかしてさ、降りたらもうその時点で感ある？これもしかして。あー、ぽいな。これ降りたらその時点でだな。よし、ちょっと一回やり直します。で、こっからと。はい。はい、一度死亡しましたが、ここまで戻ってきました。そしてですね、もうここまで行けないので、反対側から回っていきますか。はい、帰ってきまして、うん、そうだね、道が繋がっているので、まあ、この道を、あっち、あれ、あそこをこっちに持ってきて、まっすぐ行くっていう、ゼルダの伝説的なギミックだと思うんですけれども、こっから、こっちって行けるようになってるのか？なんか、
警棒と警棒、警棒か。行けるようになって、なってないよね。ここって行っていいのかな？一応、ここは行き来できる。で、あっちに行けるのかいいのか。まあ、行けそうだから行ってみるか。ほんほん、なんか落ちてる。ってことは、ここにも行けるってことか？行っていいじゃん。ほい。これ何？クランクシャフト。じゃあクランクシャフトで行くか。あ、行けたわ。あ、行けそう。なに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 ？やっぱこっちも行けるんじゃん。そっ、そっ。はいはい、3人か。いいでしょ。はい。はい。行った。何？ああ。なるほどね。共同プレイか。いいじゃねえか。そい、そい、そい。ここで勝ち。はい。ガード。はい。いや、ダメ。ガード。いやー、やめて、やめて、やめて。それ以上は。かわいいな。二人で顔守って。よいしょ。はい。はい。よし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 。クランクシャフトが限界やから、警棒と変えようかな。あー、ここはいけなくて。あ、やっぱりこれが正規ルートなんだね。じゃあ、これ操作して。トゥン、ゼルダの伝説？よし。はい。とりあえず、このまま帰ればいいかな。なるほど。こういうギミックもあるんですね。はい、それではじゃあ、渡っていきますか。でもこの一本道ね、抜けた先に絶対ボスおるんだよね。何かしらボスはいると思うから、出てくるならここでしょう。中ボス的な何かが出てくるんだと思うけど。気になるのはブライアンが誰なのかっていうところと、やっぱ謎の声だよね。あれ？あー、はい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 、2対1ね、かかってらっしゃい。3。痛い！あ、まずい。これやばい。ちょっと一回ちょっと、話し合おう話し合おう。ちょっと一回ちょっと待って。これって、はあ、そういうことですか。はーい、わかりましたよ。はい、その後ですね、二度の死を乗り越えて、一本道までやってきました。で、あそこの二体同時、警備ですね、ここを乗り越えれば、まあ、次に進めるんですけれども、一つ分かったのが、これ、スローエフェクトが出たら、もう問答無用でガードでいいですね。もう、あの、ガード状態基本的に無敵なんで、それでよっぽど、こうやって相手をひるませて殴ると。よっぽどそれで大丈夫かな。はい。無傷で突破です。なんであんなに苦しめられたのでしょうか。で、こっちではない。はい、奥かな。まあとりあえずここは空いてるんだけど、まあ一旦ね。はいはいはい。で、何にしてもこのハンドアックス、これか、ハンドアックスがだいぶ強いから、ハンドアックスに代わる武器を、ゲットしていきたい今日この頃。赤いとこ来たね。ちょっと待って、いや怖いな。あ、警報が作動してる。セキュリティに引っかかったぞ。どうすんの？どうすんの？まるで今までが問題なかったように、急がないと本当にまずい。もうすぐだ。俺のアシスタントと合流できる。合流しよう。仲間が欲しい。ちょっと、急いだ方がいい？でも探索はしっかりしたい。これ何？これ何？警報と義足いらないな。どこだ、ここ。なんか、うわぁ、いっぱいいるなぁ。なんだろう、行けるところが多い気がする。とりあえず行く。はい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 、よいしょ。はいはい。でまた来た。こいつらは大丈夫なんだよな。これはプロトタイプが奴らを欲しているのは明らかだ。誰だろう。教授ベッカーはもっと賢いと思っていたが、しかし何者かが手を貸したようだ。ベッカー。だが問題ない。セクターを封鎖し、例のものは無効化すればよい。無効化。承知しました。ガード。ドラ強そうなやつおる。ガードとか銃持っとったけど絶対勝てんやん。うおお、びっくりしたー、びっくりしたー。はい、ガード。せい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 。よしよし。警棒拾って。はい、ガード。はいはい。よいしょと。さあさあさあ、もう一人かな。ガード。はいはい。
よいしょ。倒れ方が毎回ね、カエルみたいな倒れ方するから。ここには何か、これはハンマー。ハンマー絶対強いじゃん。ハンマーなんて。新しい武器来たね。あ、来た。はい。あ、痛い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 。ガード。やっぱね、ハンマーとはいえ。いやー、二人か。いや、行こうか。ガード。ここは倒せ。ガード。ここ、倒せるか。よしよしよし。危ない危ない。体力。スタミナ。スタミナ回復。スタミナ回復して、ガード。はい、はい、はい、はい。ガード、危ねえ。まあ、警棒の方がいいか。ちょっともう、2しかないし。よしよし。いけるところが多いな。行けるところが多いよ。うん、行けない。オッケーオッケー。こっちは行けなくて、じゃあ正面行くか。これは、操作。あ、開いた。いや、ずんずん進める。セーブポイントが来た。ん？うわ、ガード来た！これ絶対、しかも2人？え？無理じゃない？え、行けるの？え？なんかこっちもさ、何かしら銃的なものをゲットしたくない？ガードいるわ。怖っ。あ、やばい、バレてる。やばい、やばい、やばい。絶対ガードは無理。ガードはやばいから、一回巻きたいよ。え、ガード来てる。え、怖い。よいしょ、来てない。オッケー。いやー、痛い、びっくりした。痛い、怖い、ガード、いや、ガードに、ガードは効かなかった。あー、強い、ちょっと待って、倒せるあれ。え？本当に？いや、そうだよね。おい、二人いるんだけど。え、一人ずつならなんとかなるか。ちょっと待って、とりあえずこっちに、急いで行って、あいつのガードより早くこっち側に行きたい。オッケー。来れた。で、もう戻れないから、ここで何かしらの武器を、これはなんだ？ナイフか。まあ、一応ナイフ。あ、でもめっちゃかっこいいナイフ、これ。うーわ、かっこいい、見て。なーにこのナイフ。絶対中二病がいるよ、この研究所に。中二病がいる。で、どこにいる？怖い。鉢合わせたら最後だから、自分は相手の位置をしっかり特定して動きたい。まずこっちには。これはなんだ？アクセスカード。それ拾っておこう。で、狭い場所で戦いたいよな。狭い場所というか、直線上で鉢合わせたらダメだから、ここいない。こっちはいなさそうか。いないよな。急に出てくるなよ。頼むぞ。ほい。いない。いないな。いないはいないで怖い。二人もいるからね。あ、いるね。あ、出会わんように行くタイプか、これ。うわー、帰ってきちゃったか。これどうしようかな。帰ってくる？いやー、ちょっと無理だな。これ無理だな。多分、今アクセスカード1枚ゲットしたんですよ。で、これ隠れるところが多いのは、あいつらに見つからないように行けよっていうことだと思っていて、相手今、向こうに向かってたから、ちょっと待って。はい。なんで、アクセスカード2枚、あいつらにバレないように、危ない、ゲットして、でも、あいつらにバレないように行ってしまえってことだと思います、多分。アクセスカード OK！ 2枚いる必要だったと思うから、クランクシャフトはとりあえず良くて、んーとね、ここにあいつらはいるのか？どう？いるね、いるけど、OK。アクセスカード P。あ、もう一枚、アクセスカード P。OK、行こう。よし、抜けた。ああ、抜けた。はい、操作して。OK。これで一緒。セーブして。OK！ ああ、ガードマンエリア抜けた。怖かったー、マジで。いやー。よし。で、とりあえず、こっちじゃないですね。いやー、なるほど。ああいうステルス的な要素もあるんだね。あ、ガード来たよ。大丈夫。え、大丈夫これ。これだ、何飲み込まれたけど何かに。まあ、飛び込んだんか。え？何ここ、なんかすごいぞ。ギブソン博士、明日のオペは予定通りか。しかし、少々懸念事項が。
すでに意識機能の摘出は済ませたのであろう。心配無用だろう。これ誰この光、ただの光。しかし AI を人間の体に移植した前例はありません。あ、AI を、なるほどね。私たちのテクノロジーがある心配には及ばない。NM こいつか。なるほど。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。次回、ガードを振り切り飛び込んだ先には、水路の迷宮と待ち構える未知なるアンドロイド。ぜひお楽しみに。それじゃあ、バイバイ。